発酵炉の怖い意識は、毎年1月3日に発酵炉妙見神社の祭り当番の受け渡しの儀式として行われているもので、宇治子の噴した山伏と協力が、新太夫、古太夫の新旧の祭り当番をはじめ、宇治子の人々に対して、高森藩を強いる行事である。宮座による陶屋の引き継ぎ式の派生形であるが、日光攻めの異名を持つように、日光主言の流れを組み、 日光山林王子の怖い意識や池岡神社の子供怖い意識などと共通する内容を持つ。平成8年12月20日に重要無形民族文化財に指定された。栃木県鹿沼市場カスオ発光炉は栃木県北西部足尾山地の中を流れるカスオ川沿いに位置する山村である。この地は古くから日光主源との関係が強く横根山、 地蔵岳と近接の小峰ヶ原高原は、春宝修行の重要な順次であった、伝えられている。妙見神社は、かつて権限様とも呼ばれ、文禄四年に日光より遷宮されたという伝承も残っている。この行事は、日光ゼメの異名を持つように、日光主弦の流れを組むもので、日光山林王子の怖い意識や池岡神社の子供怖い意識などと共通する内容を持つ。 行事は、正月3日の妙見神社での祭礼終了後に、発行の公民館で行われている。行事に参加できるのは、地区内の宇治こ前庫であったが、昭和40年代末に、神社の青年部が組織され、以後はこの青年部が行事を主催するようになった。妙見神社の祭礼の後、当番宿から、呼び使いという子供たちが各校を訪れ、当番宿への着座を求める。 参加者一同が、座に着くと、子供の商売で、今回の当番である小太夫から、次回の当番の新太夫へ、幹が注がれて、当渡しが行われ、座に着いた一同がこの酒を分かち飲みすることで、新旧当番の引き渡しが承認される。小太夫は烏帽子、ひたたれ姿、新太夫は、門付き羽織姿である。続いて太鼓が三度打ち鳴らされると、怖い意識が開始され、 山伏と協力が登場する。太鼓の合図と共に、縁先で、歌いが歌われ、山伏の実が、座敷に入り、立ち姿で座に向かって、小次い歴を述べる。協力は、縁の上で、立ち膝中腰の姿で控えており、山伏の工場が済むと山伏の声を受けて座敷に入る。協力は、縦膝のまま座に進み、 膝で床を激しく踏み鳴らし、土生寺などを揺り動かしながら入り座すると、手に持った攻め棒を越えたからかに突き立て、さらに両手で目の上まで押しいただいて、山伏同様に来歴を述べる。山伏は協力を従えて、新太夫へと向かい、酒33杯、湯5杯と飯75膳を強いる工場を述べ、新太夫がこの怖い意を受けた後、攻め棒でその首根を押さえて祝う。 座には新太夫の他に、小太夫、脇太夫、遠客、新客、花婿などと、うじこかっこ一人が着座している。脇太夫は次の祭り当番、遠客はこの地方の名士などの遠来の客、新客は本土以外の初めて座につくものである。山伏と協力は、座についた全員に新太夫同様の向上を持って、攻める。この時協力は、特に新客と花婿に対しては、 地域の習慣や氏子、村人としての心得などを申し渡し、その他の客に対しては、神の名のもとに、それぞれの日常の業績や態度を評価し感謝したり、批判したりする。一堂に飯を敷いた後、協力は最後に立ち上がり、歌いに合わせて思考を踏みながら、山伏の周りを右回りに三回回回って、式を終える。怖い用の料理は、かつては、祭りの当番の家で、 調理されていたが、現在では青年が作っている。この行事は、祭り当番の受け渡し儀式とともに、望ましい村人としての資質を育てようとする性格も伺わせる行事であり、重要なものである。ありがとうございます。